写真撮影も動画撮影も OK になっておりますので、ぜひたくさん撮って SNS でアップしてください。それでは最初の曲聴いてください。推薦。
ございます。改めまして高崎おとまち、ライブ高崎おとまちライブにご来場の皆さん、こんにちは。東京からやってきましたボーカル&DJ グループ X ピースと言います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、私たち X ピースは普段は都内を中心に活動しているんですけれどもね、本日は高崎にライブさせていただいているということで、昨日は群馬県も朝は雪が降ってたみたいなんですけど、すっかりもう溶けてね、なんか日が差したり寒くなったりして、ちょっとだけね過ごしにくいかもしれませんが、ちょっと寒くなってきてるので、しっかり暖かい格好をして今日は最後までライブを楽しんでいただけたらなと思っております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。というわけでね、今日は12月25日のクリスマス、キリストさんのお誕生日ということですから、はい、東京からサンタの格好してやってきたんですけど、そうなんですよ、これマジなんですよ、マジなんですよ、これマジなんですよ、ちょっと、はい、そのまま東京のお家からサンタ来て、私服なんですよね、いつもサンタ、そう、うちらこれ通常衣装、そう、明日も明後日もこれなんだけどってなると1年中着ることになったら、あ、やだ、サンタのこのありがたみがなくなっちゃう。そう、確かに。そう1年後にまた着るので、そうもう封印です。封印です。今日はもうこれで1年間封印、はい、というわけで X ピースもね、群馬たくさん遊びに来させていただいてるんですけど、はい、今日が2022年最後の群馬県ということですのでね、はい、今日初めて X ピース見たよという方も、何度目かだよという方もね、はい、ぜひ今日は最後までライブを楽しんでいてください。それでは最後まで2曲続けて聴いてください。ディア。今君に伝えたいこと、一つだけこの胸にあるよ。いつもは照れくさいから、素直には言わせないけど、僕が今ここにいられるのが君がそばにいてくれた。ありがとう、溢れ出す思いが
てるかな。たくさんの優しさくれた君に僕は何ができるだろう。僕が今ここにいられるのは君がそばにいてくれた。もう嫌だなんて言う暇ない。それでも苦しくて笑おう。
たち X ピースは現在ミニアルバム僕は歌うよ1000枚完売チャレンジを目指しております。こちら公式ショップに行ってもご購入いただけるんですけれども、この後場所を移動しましてグッズ販売会の方もさせていただきますので、ぜひぜひこちら1枚でもゲットしていただけたらとっても嬉しいです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは寒い中最後までライブ見てくださり本当にありがとうございました。以上 X ピースでした。ありがとうございました。